高専入学後裏技大全ということで、高専入った後どんな裏技、どんなお得な方法があるのか、これをちょっとねまとめてみました。ちょっと皆さん聞いてみてください。まず一つ目、部活の先輩から過去問は必ず調達しておきましょう。部活は入らない方はまあしょうがないんですが、部活に入った場合ですね、必ず過去問を持ってる先輩、詳しい先輩いますので、もしくは持ってなくても持ってる人ちょっと知ってるから、ちょっと中継ぎにね話しとくよなんてこともできます。こちら過去問を調達しますと、定期試験かなり効率化して勉強することができますので、必ずゲットすることですね、おすすめです。裏技に、教科書は中古で OK というふうに書いてます。こちらですね、見てください。新基礎数学、高専から送られてきます。この教科書買ってください、教科書リストみたいな、これをまとめて本屋さんとかで買うことができるのですが、こちらガン無視して全て中古でそれ取り揃えることも可能です。例えばこの同じ教科書買うと2000円ぐらいしますが、見てください、これ中古見てください、1円ですよ、1円。送料でね、500円かかっても500円で買えます。おそらくこれ送料200円とか300円なんじゃないですかね。こちら、全部の教科書やったらどうなると思いますか？実際、4、5万ぐらいかかっちゃいます、教科書代。それがですね、だいたい5、6千円で収まっちゃったりするんですよね。僕ですね、高専生1、2、3、4年で全部買った時もあるんですけど、あれこれ、中古で買っても良くないみたいな。気づいたんですね。そしたら、もう、教科書代がもう2、3万、4、5万からもうギュッと。20%、30% ぐらいになりましたかね。これ本当におすすめです。でも、注意してください。版ですね。エディション。これが最新化だけ注意してください。基本的に同じ内容ならいいんですが、時々ちょっと内容が変わった古いやつが混ざっています。ですので、版ですね。最新の版と自分が買う中古の教科書の版が同じかどうかはチェックした方がいいと思います。これ間違えると、ちょっと内容が違った教科書で、授業とちょっと、ちぐはぐになっちゃう時があるので、経験者ですよ。違った時ありました。なので、ケチらずに全部買うのもありですが、中には、なんで僕はこんなことをするかっていうと、ケチじゃないんですよ。実は、これ、授業で買ったのにも関わらず、使わない科目が時々あるんです。これ、ありえませんよね。買ってくださいって言ってるのに、使わない科目が時々あるんです。だから僕、こういうことを考えるんです。もう、使わないならもう、安いやつでいいじゃんって思っちゃうんですね。皆さんもこういう、まず、最初全部買って経験なさるといいかもしれません。こういうやり方もあるということは、知っておいた方がいいかもしれませんね。じゃあ次、3つ目、先輩から教科書をもらうのもありだと思います。さすがに知らない人だったり初対面の人に言っちゃうとちょっと失礼なので、ちょっと知り合いだったり部活の先輩だったり、それはありかもしれませんね。だいぶ節約されます。0円ですからね。はい、まあでもこれは信頼ありきの行為なので注意が必要ですね。他にも実験ノートも先輩からもらっておくといいかもしれません。例えば次の学年で毎週実験がありますなんて高専があれば、先輩が取っていた実験のノウハウだったり実験結果数値、こちらね、丸パクリは絶対いけませんし、実験は絶対する必要があると思いますが、参考に本当にこの値が正しいのかっていうチェックをすることで時短になることはできます。参考にしていくという点で実験ノートのあれば先輩からお借りするといいかもしれません。そして5番目というか、先輩には課題類全部あれば全部お借りした方がいいです。ね。自分で一からやるっていうよりかは、まずお手本です。スポーツも勉強も何でもそう。楽器もですかね。まず模倣、真似っこから始めますよね。ですので、まず真似っこするお手本を用意するっていうのは、とても賢い選択なんです。ですので、これ、というか、課題より全部、もしあれば先輩からお借り、もしくは、頂戴すべきですね。こちら、おすすめです。裏技6、資格は補助金が出ることがあります。こちら、学校が推奨している課題じゃないですね。資格があれば補助金が出ることがあります。例えば、TOEIC 何点取ったら、受験料の半分出しますだったり、全額負担しますなんて制度があるので、しっかり見ておくといいかもしれませんね。じゃあ7、進学希望者は早くから英語をした方がいいです。なぜかというと、違う動画でも語りましたが、高専というのは、英語の授業がフルサポートではないことが多いです。学校、普通の進学校、偏差値60から70ぐらいまでの高校の授業の提供じゃない可能性が高いんですね。かなり基礎レベルで止まっている場合が多いです。ですので、TOEIC だったり、GTEC だったり、このような一般的な英語の試験に対応できてないことがほとんどなんですね。授業数もとても少ないです。ですので、ちょっと今、上の方に上げてますかね。こちらの動画で語ってますので、ちょっとご覧ください。高専に通っちゃうと、ちょっと英語力落ちちゃうかもしれない。じゃあ、どういう対策をすればいいのかなという動画になっております。もしよければご覧ください。ということで、進学希望者は、早くから自分で、先ほど上げていた動画の、ノウハウに従って、英語を勉強していただくとバッチリです。8番、インターン先と進学就職先を被せるって書いてます。これね、裏技ですね。インターン先ということは、まあ、体験入学みたいな、職場体験みたいなものです。あらかじめ自分の行きたい進学先、就職先、この希望先をインターンシップと被せれば、人脈ができますよね。ある程度顔見知りということは、そう、入学試験の面接だったり、入社試験の面接がかなり有利になるってことです。ね。
こちら利用してくださいね。9番目、研究すぎ目の時は相性のいい先生を選ぶのがバッチリです。どういうことかと言いますと、やはり卒業研究もしくは、学会に向けての研究というのは、まあ、マンツーマンもしくは人と人とのつながりで、どんどん進めていくので、例えば自分は一人でどんどんやっていきたいから、大人数の先生がいいなとか、いや、ちょっと僕は自分でやるのが苦手なので、どんどん引っ張ってくれる先生のところがいいな。これは事前に先輩にリサーチをして、どの先生がどの研究室のタイプなのかというのをしっかり把握して、自分の性格とマッチングさせて決めておくといいかもしれません。大事なのは専門分野が、もしくは自分の興味ある分野が一致していることなのですが、先生との相性もとても大事なんですね。それと10番、就職までに何か完成物を作っておくとめちゃくちゃ強いです。例えば、ロボコンの部活に入って何か一つロボットを作っておく。他にも何か創造制作、何か創造して作るような、例えば科目、授業としてあった場合、何か一つ完成、動くものを作っておく。例えば、個人的に作っておく。この3つがありますかね。それやっておくと何が強いかというと、就職の面接ですね。就活の時の面接だったり、進学の推薦入試の時。もうこれ、作ったことありますっていうだけで、とても有利なのわかりますか？職場の場合、もう自分で手を動かして何か作ったことがあるという経験があるだけで、とても強みなんですね。教育するコストが減るわけで、雇う側は。雇う側の立場を考えると、これやっておくとかなり有利なのわかりますかね？有利ですよね。ということで、こちら意識しておくといいかもしれませんね。やることが決まりますよね、ゴールを決めておくと。ね。高専中に何しようかなって決めるんじゃなくて、ゴールを決めて、高専の間に何をするのかというのを逆算して決める。こちら、とても大切になってきます。他にも、即研と就職分野を被せる。これも大事ですね。即研何をしましたか？ A についてやりました。いや、我が社は B についての会社なんですが、ってなるのも別にいいんですが、どうせなら被せて、ね、御社と同じ分野の興味があって、そういう関係の卒業研究をしました。そういうふうにやると、先ほどと同じように、円滑に就活が終わることが多いと言われています。はい。じゃあ次行きましょう。12個目、これラストですかね。編入試験対策の時は、先生、高専の先生を、フル活用しましょう。フル活用ね。皆さん頭が良くてとても気遣いができる人ばかりなのです。どういうことかというと、みんな気遣って、高専の先生忙しいから、ね、ちょっと質問控えようかななんて、そう思っちゃう人もいるかもしれませんが、一応学費支払ってます。学費を支払ってますし、高専の先生も一応オフィスアワーという時間で質問を受け付ける、そういう仕事もうちに含まれてますので、どんどん質問して、過去問でわからないところ、問題集でわからないところ、どんどん聞いて、勉強を効率化していく。ちょっとずるずるしい人の方が、編入試験、早く終わるかもしれませんね。ですので、塾みたいなもんです。塾の先生がもういっぱいいる。質問し放題みたいな。そういう環境だと思って、先生方にいろいろ頼っていった方が、編入試験、もしくは、進学の時の対策、すぐ終わると言われています。ということで、高専入学後、裏技改善ということで、私が知る限りの、高専入学した後、これやっとくとよかったかな、ということを、皆さんと共有シェアした、いたしました。ということで、PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.